ャンク。というわけで長尾登りですよ。これから行きます、レッツゴー。トイレ絶対走り屋だろ。なんで止まってんの今。したやつもそうじゃない。でもあっち行っちゃったから違うんだ。違うか。走り屋結構ここで U ターンしていくから、まあ、絶対走り屋だって車高が低いもん。それから属車のどれか詳しく。連打のやつがもう終わった。ちょっと疲れた。あれね、あれ来週までなんだよな。あれ短いんだよ。もうやったよね、そっちのアカウント。いやいや、あれ全部やったっけ。知らない。 iPad ってちっちゃい方もやったっけ。どっちかやったよ。でっけえのやった。あ、じゃあどっちかやってないじゃん。いや、ちっこいのもやったはず。まあ見てみりゃいいよ。じゃあでっかい方はやってないんだよ。いや、やってよ、でっかいの。なんかすげえでっかいのやったら やらされた記憶があるよ。3つやった。うちのアカウントで 6S もやったじゃん。全部やってると思うよ。まあ一応確認すればいいよ。あれはまだ大丈夫だから。リ
リベンジャーズの得玉が今日までなんで、アセント。やっぱあれだね、パズドラやっぱ同じこと言ってたね、みんな俺とか。何？やっぱり急に難しくさせたのがクソゲー、なんかインフレ買ってるらしいんだけどそれ。急に難しくさせて、今のその、なのというか昔やってた、一応モンスターいる、一応いるんだけれども、全然使えないって書いてあって。全然本当に使えない。何中級ですらクソ難しいから。みたいな。俺下手くそになったって瞬自分の腕を疑ったもん。いやでもパズル力ですでも一応スキル例えば4連続で消すと4倍とか起きるんだけどゲームね。4属性やると 8倍とか。そのスキルには一応できてるような条件満たしてるような。いろいろとショックだったよね。やっぱみんなも同じこと言ってて、そうそうインフレ化であのガチャ限定、じゃないとまず勝てないっていうのがもう本当そういうゲームです。ちょっとパズドラは良くない方向に進んだね、あれは。多分プロデューサー買ったんじゃねえかな。あれはやらんよ。あれはもう本当にオワドラって言われてもしょうがないと思った。正直。モンスターでモンスター。モンスターはまだでもいいよ。ギリギリ覇者の塔というものがあるの。あれが覇者の塔廃止されて、もうなんていうの？オーブ完全課金みたいな。あのいやもう豪絶みたいなやつが入ってきたら本当にやめると思う。無理じゃん。勝てないキャラの方が多いもん。まず第一にキャラクター揃ってないっていう。まあそれに近いのがあれだけどね、トーナメントだけど。あのトーナメントダメな時あるから諦めてる。トーナメントは豪絶とかも入ってくるんでしょ。うん、入ってる。クリアしたことのないやつをやらされなきゃいけないしさ、あともう一個の難点としてはさ、まず適正キャラゼロとかいるからさ、ダメやんって。そうなんだよね、あのゲーム豪絶とかに関しては無理だもんね、いないとまず。それそこがちょっとモンストのねきついところ。前はそれでもなんか代わりのやついればなんとかなるってのあったじゃん。来てる早いな。あ、落としてくれたね。あ、まだあの、あ、さっきの車じゃん。いや、あれ普通に赤い車だから違うやつ。あと普通乗用車みたいな。だからね、多分我らと同じファミリーカー的な。モンストはだからまあギリギリだよね、やってることは。でも本当に覇者の塔というものがなくなったらあのゲームは本当に終わると思う。まあ、本当は裏覇者とかなくしたのも痛いんだけど、みんなすげえブーブー言ってたじゃん、上込みっつって。まあ上込みって言われてもしょうがないなって思っちゃうかもしれない。やっぱなくしちゃダメだよ。大丈夫だよ、本当の運営込みな運営って今存在してるから。まあパズドラもモンストもまだまだ大丈夫ですよ。私の愚痴を言わせてください。ファズダラもいいかな、あれでしょ。アドパラはゴミ中のゴミなんで、あれに比べたら全部いいと思う。アドパラは本当にやらかしてくれたね、あれ。超楽しみだった。ワクワクしてたな、ワクワク返せ。あの、なんさっきかき、なんか今やるの苦痛でしかない。なんさっきあの、プロミスか。プロミス制度って、あれ誰得制度なんだろうな。なんかあるのかな、そのギネスじゃないけど、うちの会社が一番初めにプロミス作りました的な、なんかそういうのあったのかなとしか思えない。だってあんないらねえじゃん。ゲーセンですらねえじゃん。ちょっとびっくりするゴミシステム。うん、次の日行ったら A ちゃんと B 君がやってるかもしれないから新しい C 君と D 君だなんてあるわけでか。はぁ、あ、誰か使ってくれたんやんね、ありがとうね、バイバイって感じ。そのプニパーのシステム上のさ、一つの楽しみとしてはマイキャラいっぱい作れるみたいなさ。まあね、それするもんないしね、だってもう名前を変えられないってクソだもん。変えられなくなったよね。マイキャラたくさんいる設定の人たちの方が多いのにさ、気分で変えたりできるじゃん。
らもできないんで、アホかと思って、あんなの裏目に出て不正利用しようがねえって思って。不正の前にもユーザーいないでしょあれ。まあでも逆にね、溢れてたのがもう奇跡だったけど、やらかしたね。初めその対策なんじゃないの、プロレスって。そうでもないの、別にしょうがないにしろ、曲のね、あっちの方が好きだったな、プリシラとかいう音ゲーみたいなやつ。あっちの方やり込めよって。ギリギリだね、パーキング。ああ、ごめん、ギリギリ。